ベーテル・ニコライ・アルボが描いたフリーム・ファクシと女神のノート。同じく、アルボが描いたスキン・ファクシと、神ダグ。スキン・ファクシとフリーム・ファクシは、北欧神話に登場する、馬の名である。コエッタの、バフスルーズ・ニルの言葉第12.14節、および、スノーリのエッタ第一部、ギュルビ・タブラカシでの説明によると、前者は、昼の神ダグ、後者は、夜の女神のノートの馬である。 なお、前者の名は、光のたてがみ、輝くたてがみを、後者の名は、霜のたてがみを意味する所有複合語である。スノーリの言った第二部、守護法によると、スキンファクシには、グラズ、フリームファクシには、フィオルズバルトニルという別名がある。スキンファクシは、毎日、ダグの乗る馬車を引いて空を渡る。そのたてがみが空と地上を照らした。この馬の神話は、 国王制同期時代の宗教に由来すると考えられている。というのは空を横切って太陽を引く馬に関連した信仰の確実な証拠があるためである。一頭の馬に引かれる太陽の馬車はおそらくは第二の馬によって空の東から西へ移動していくと想像されていた。アールバクト、アルスビズという太陽の女神ソウルの馬車を引く馬及びもう一台の馬車を引く馬も スキンファクシとフリームファクシに関連がある。フリームファクシは12時間ごとに大地の上を通るように点をかける。ハミの泡が降りて地上を湿らせるとされている。ありがとうございます。